はい、こんにちは、バスマンです。今日も黒子のバスケ SR やっていきたいと思います。そして、この新 SF、まあ、陽仙高校のね、あの新 SF リュウウェイの、 あの覚醒のね画像をいただいたんで、それについて皆様と共有してきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いしますと。で、まず1個目、まず1個目がリバウンドプラス5ですね。リュウウェイは、毎回ブロックやリバウンド争奪を行う際に、相手に体を弾かれない限り空中で体勢を整え、着地後に、ウィンドダッシュを使用することができると。だから、あれですね、ブロックとかリバウンドの後に、まあ、ダッシュして、まあ、クイックなんだり、まあ、いろいろできるということですね。じゃあ次行きましょうか。2個目、リュウウェイはさら、まず2個目がプラスブロック5ですね。リュウウェイはさらに前傾の姿勢をとり、重心を前に置くことでウィンドダッシュをする使用する際に、より遠い距離まで、まあ、ダッシュの時間が、時間というか速さかな、時間かな、まあ何にせよ遠くまで行けるということですね。はい、ウィンドダッシュのがより遠くまで行けると。次、妨害プラス5。正面で対峙している相手のダンクやレイアップに対して、リュウウェイは自分の、体格を生かしてゴール下を守ることで、相手に弾かれる確率が 10% 減少すると。正面で対峙している相手のダンクやレイアップ、だから、あの弾かれてブロックできないこととかあるんですけど、それがね、その確率がちょっと下がるということかな。はい、では妨害プラス5と。で、次4個目、リュウウェイがシュートをブロックされ、着地して不安定な状態になっている際、ブロックされた時ね、ウィンドダッシュをタップすると、素早く体勢を整えてすぐにウィンドダッシュに入ることがある。これいいかもね。だからブロックされたら、ダッシュすぐ使えるから、だからルーズボールとか拾えることが、自分でブロックされて自分で取ることができる可能性があるということですね。普通はね、不安定になって、取れないことが多いんですけど、ウィンドダッシュがあれば、取れる可能性がね、一ルーザーとしてね、ブロックされたら、まあ、普通であれば、他の味方2人が取るんですけど、まあ、一ルーザーとして3人として、ね、取れる可能性があるということですね。次。次5個目か。パワープラス5ですね。リュウウェイはその冷静な性格によって必殺のスキルの使用効率を高め、必要エネルギー、が10減少ですね。だから、なんか確か40やったかな、30やったかな、40かな確か。でそれが30で使えるようになるんかな。うん、30で使える可能性がありますよと。はい、で、リュウウェイは重心をわずかに下げてシュートの準備を、これ6個目ですね。パスを受けた瞬間に流れるようにボールに伝えることで、キャッチャー、まあ、クイックですね、クイックのシュート速度が上がると。まあ、シュート速度が上がると妨害入りにくくなるんで、まあ、シンプルにこれはリュウウェイ的にはでかいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、こんな感じで覚醒は、まあメインはこのウィンドダッシュやね。ウィンドダッシュ、が、にまつわるスキルというか、が、覚醒がメイン、大半を占めてますね。うん。まあという感じで、まあ6個目はいいね。打倒も、爆発的に強くなると言われたら、なんかこれ見た感じは一見違うようにも見えますね。ちょっとわかんないですけど。6個目はいいが、覚醒は、なんか便利になるというか、本当にウィンドダッシュの周辺強化ですね。はい。まあ、覚醒の説明は、まあ、紹介だけなんでね、これぐらいにしておきましょう。じゃあまたチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ほな、バイバーイ。